TPP を共に考える地域シンポジウム政府が交渉参加に向けて関係国と協議を始めた環太平洋連携協定 TPP をめぐっては各界から賛成反対のさまざまな意見が出されていますしかし賛否を判断する前に TPP 自体の情報が乏しく判断すらできないというのが実態なのではないかと考えます そこで株式会社共同通信社と47の新聞社で組織する全国地方新聞社連合会は政府関係者の参加も求め全国9か所でこの TPP を共に考える地域シンポジウムを開催しましたこのシンポジウムは TPP の賛否を問うものではありません「共に考える」というタイトルにもあるように政府の詳しい説明 有識者のさまざまな意見を聞き、会場からの質問に答えることでまさしく共に考えるという趣旨で開催しました。それでは広島で開催されたシンポジウムの模様をお伝えします。えー、皆さんこんにちは,にちは、えー。ただいまご紹介をいただきました内閣副大臣。 衆議院議院員の石田勝之と申しますどうぞよろししくお願いいたします今日は TPP をともに考える地域シンポジウムということでただいま主催者である共同通信社の小林取締役からお話がありましたとおり今回こういう機会を作っていただきました共同通信社ならびに全国地方 新聞社連合会の皆様方にまずもって感謝を申し上げる次第でございます本日政府を代表いたしまして TPP について今分かっていることをできる限ぎり正確に公平にお示ししそして皆様と意見交換をしたいと考えておりますご案内のとおり日本は少子化により 人口が減りりつつあります2055年には人口は9000万人を割り高齢者65歳以上人口は2.5人に1人となります日本の1人当たりの GDP は2010年で世界第13位に低下をいたしております20年前には世界 1> 第一位であった競争力ランキングは2011年で第26位まで落ちております工場の海外移転に伴う雇用の減少農業人口もの高齢化も進んでおります昨年には貿易収支も31年ぶりの赤字となりました 東日本大震災大きな爪痕を残し被災地にはまだ復興途上にあるわけであります一方外に目を向けてみればアジア太平洋地域を中心に世界の市場はどんどん成長し大きくなっています日本が活力ある社会を持続発展させ現在の豊かさを次の世代に 引き継いでいくためには成長しつつある諸外国との間の経済のつながりを強化し人物金の流れを一層盛んにし持って海外の成長力を国内に取り込んでいくことが必要不可欠であります人物金の流れを盛んにすれば貿易を通じより多くの海外の商品を よよりり安く手にに入れられらるようにもなります日本で作ったものをもっと海外の成長する市場に打っていくこともできるようになります日本から海外へまた海外から日本への投資も増えますこれらは日本全体の成長につながってまいりますまた経済のグローバル化の進展や中国などの新興国の台頭により 世界経済は大きく変化をいたしております。例えば、電子商取引、インターネットを通じたものの売買や、また、日本製品の模倣品や海賊版を防ぐための知的財産の保護といった分野で、新しい貿易、投資のルールが必要となっています。日本が諸外国に遅れを取らずに成長を実現するには、 新しいルール作りに積極的に参加し、日本に有利となるようリードしていくことが重要であります。こうした考えから、政府は包括的経済連携に関する基本方針を昨年11月に策定いたしました。高いレベルの経済連携をアジア太平洋地域をはじめとする各国と進めていくことを決定をいたしました。他方で 経済連携を進めれば国内には安価な輸入品との厳しい競争にさらされる分野も出てまいります。特に心配されるのが農林漁業です。食料熟率や食の安全への心配も聞きます。我が国の農林漁業は、所得の減少、担い手不足の深刻化や、平均年齢66.1歳という、 高齢化といった厳しい状況に直面しており、貿易をさらに盛んにするか否かの判断にかかわらず、その再生は待ったなしの課題であります。海外との経済面での一層のつながりの強化と、国内農業、農村の振興は、食料自給率の向上とを両立させることは、政府の基本方針であります。昨年10月には、 我がが国のののの食と農林漁業の再生たための基本方針行動計画が決定されました政府一体となって、この実現に着実に取り組んでいきます。では、どのような国と経済連携を進めていくべきでしょうか。我が国として第一に考えるべきは、やはりアジア太平洋地域の各国であります。 我が国は成長著しいアジア太平洋地域の成長力を取り込むべくこの地域を一つの市場とする構想アジア太平洋地域自由貿易圏 FTAP の実現を目指しております一昨年横浜で開催されたアジア太平洋経済協力 APEC 首脳会議ではこの FTAP の実現へ向け ASEAN 中心の経済連携など さまざまな広域経済連携を進めていくことに各国は合意をいたしました。本日のテーマである、環太平洋パートナーシップ協定、いわゆる TPP 協定は、その FTAP に向けた広域経済連携の取り組みの一つであります。TPP 協定は APEC 参加各国が FTAP 実現に向けた道筋の一つとして認めており、 また現在数ある道筋の中でも実際に交渉中のものです昨年末のハワイで開催された APEC 首脳会議では野田総理が交渉参加へ向けて関係国との協議に入るとの方針を表明しカナダとメキシコも関心を表明しました仮にカナダメキシコ両国が参加すれば参加国数は APEC 加盟21カ国、地域過半数の11となります。そうなれば、TPP の投資や知的財産、サービス分野等における新しい貿易・投資のルールが、将来、アジア太平洋地域全体のスタンダードとなっていく可能性も十分考えられます。TPP については今申し上げたような期待もありますが他方で 即時にすべての関税を撤廃しないといけないのではないか、また、安全ではない食品が増加したり、食品の安全基準が緩和されたりするのではないか、公的医療保険の給付範囲が縮小されてしまうのではないかといった不安の声も少なくありません。また、そもそも政府による情報提供が少ないというご指摘をいただいております。 関係国との協議については、昨年11月の与党からの提言も踏まえ、野田総理自身がおっしゃっているように、協議を通じて、関係国が我が国に求めるものについて、情報収集に努め、国民的議論を経た上で、あくまでも国益の視点に立って、TPP について結論を得ていくとしております。同時に我が国は、昨年11月の東アジアサミットで、 中国とともに議論をリードし、ASEAN を中心とした経済連携の枠組みづくりを一層進めることに合意をしました。日本、中国、韓国の経済連携についても、昨年、共同研究を終え、本年、交渉開始を目指しています。このように我が国は、アジア太平洋地域における経済連携を多角的、戦略的に進めていく方針であります。 この後、石井内閣審議官から TPP について、政府が分かっていることをご説明申し上げます。その後も、私も改めてパネリストの方や会場の皆さんと、意見交換をさせていただきたいというふうに考えておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ご紹介いただきました石井でございます、副大臣のお話をです、ね、少し資料を持って補足をさせていただきたいと思います。まず、お手元の袋の中にです、ね、説明資料というこの横紙と、それから詳しい資料の参考資料というこの2つが入っております。あのこれを全部説明するののはとても時間がありませんので この説明資料の中からですね、パワーポイントで抜き出したものをここに投影をいたします。それを説明をさせていただきたいと思います。それでは一番最初のスライドをお願いいたしま,すまず、TPP という話に入る前にですね、自由貿易という話がございます。 ここで書いてございます、一番上に書いてある FTA というものでございますが、これが果たしてどんな効果があるのかということを示したものでございます。2005年に日本とメキシコは EPA を発行いたしました、この前後で日本のメキシコへの自動車輸出がどのように変わっているかということをですね、この上の方が日本でございます。 それから赤の方が韓国でございます。えー、韓国の方うはあ EPA をこの時点で結べておりませんでした。日本の方はこの間で約15億ドルの増加。韓国の方は4.6億ドルの増加ということで、日本の方が相当、ここでは販売シェアも10%ぐらい伸ばしたという一例でございます。次、お願いします。では 日本、それから他の国は、こういう FTA、EPA という自由貿易協定をどんなふうに結んでいるかというものでございます。これは日本が他のどんな国と結んでいるか、丸が発行済み、二重丸が発行済み、丸が署名済み、三角は交渉中というものでございます。で 一番左の青の方がですね、どれだけの国と日本が結んでいるかというものでございます。日本は13か国ということで、他と見て遜色がない、EU は、EU 国全体ですからものすごく多いんですが、他の国と比べて遜色がございません。しかしながら、ここに FTA 比率というふうに書いてございますが、これは貿易額のうちで、 金額ですね商売をした金額のうちで、えー、自由貿易協定になっている比率はどうかというところで見ますと、日本は19%、韓国35%、米国38%ということで,です、ね、大変見劣りがするということになります。その理由は、ここら辺には二重、ね、丸が並んでるんですが、実は大きな国と結べていないと。 韓国は大きな国と結べていると、最近では米国とが発行したというのは、新聞市場で述べられているところでござい,ます,次お願いします。では、日本が結んでいる自由貿易協定のレベルはどうなんだろうというものをです、ね、自由化比率、これは、 どれだけの物品の中でどれだけを自由化していますかというものを示したものです。ここの赤く囲ってあるところが、日本の自由貿易協定で自由化をしている率でございます。大体いいここでいくと、85から90ぐらいのところに日本が固まっています。一方で、ここには、米豪 f t a 米ペルー、米韓、韓 EU、韓国と EU ですね。 がどの程度の自由貿易のレベルにあるかというものを示したものでございますが大体95から100%の段階になっているというような状況でございます。日本の場合には 工業製品はあのご承知のように、皮、えー、類等を除くと、ほとんどお完全がゼロになっていますがあ、農産品の場合には、関税の高いものが相当の,数あの品目数残っているというのが実情でございます。えー、次お願いしします、えー、それでは TPP にに行く前に、えー、日本として 経済連携について、基本的な方針として、どういうものを持っているのかというところでございます。政府は平成22年の11月の9日に、包括的経済連携に関する基本方針というものを閣議決定をいたしております、政府として。でここで大切なことは2点ございます。1点は 世界の主要貿易国、大きな国と世界の潮流から見て遜色のない、えー、高いレベルの経済連携をしましょうと。高いレベルの経済連携をしましょうということが一点でございます。それからもう一つは高いレベルの経済連携の推進と我が国の食料受給率の向上や国内農業・農村の振興等を両立させ 持続可能な力強い農業を育てていきましょうというこの二つが大切なポイントであります、えー、次お願いしますで、えー、実際我が国はそれじゃあどこに力を入れていくかということで後ほどお話をいたしますが大臣の説明にもございましたアジア太平洋地域の自由貿易圏フリートレードエリアオブアジアパシフィックという アジアに中心を置いてやっていきましょうと、その中にはいろんな流れがありますと、その中で TPP については、現在、交渉がされているもので、ここについて情報収集等を進めていきましょうということになっております。次お願いいいします、えー、それでははアアジア太平洋自由貿易圏構想ととうううのはどういうものどもかと 実はこれ一つで何か決まったものが現在あるわけではございません。そういうものに向けていろんな試みが今動いているところでございます。ASEAN ・アソシエーション・オブ・サウス・イースト・ a イシアですから東南アジアの国。ここでは あこれは東南アジアですから日本は入っておりませんが2015年に域内の関税を撤廃しようということで努力をしておられますでこの ASEAN アアの国に日中韓の参加国あるいはそこにニュージーランドオーストラリアインドを加えたプラス3あるいはプラス6といったものについてはやっと政府間での議論が始まってまいりましたそれから ああ大変経済的には大きい日中韓については、実は交渉の前に、果たして自分たちのこの分野を自由貿易にしたらどんなメリットがあるのか、あるいはどんな懸念があるのかといった共同研究がやっと終わったところで、2012年の交渉合意を、交渉開始のです、ねえー、合意をしたい、まだ従って、交渉が始まっておりません。そして TPP でございますが、あのこの中身はこれからお話しますが、これについては、実は交渉というものがすでに始まっているという状況でございます。こういういくつかの動きをまとめて、最終的に太平洋、アジアの権益で自由な貿易が進められるような仕組みを作ろうというのが、アジア太平洋自由貿易圏構想、FTAP というものでございます次お願いいたします。 えっとこれは今お話したようにアセアンというのはこの国で日中韓がプラス3それからこれにニュージーランドオーストラリアインドをプラあれしたものがプラス6ということでございます、えー、次お願いしますえー、ちょっとあのー、ここはあ細かいのであれですけれども現在、えー ASEAN 諸国との間では作業部会その他がやられているということで。でここは飛ばします。先ほどもご説明をいたしました。はい。次お願いします。それで環太平洋パートナーシップ、トランスパシフィックで環太平洋というようですがパートナーシップの P で TPP とあの言うんだそうでございますが、この協定はどういうものか参加をしている国は。 現在9カ国ございます矢印が書いてあるのが参加している国で、えー、米国、ペルー、チリ、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポール、マレーシアあといった国あ、それからブルネー、ベトナムですね、ブルネーという大変小さな国です、えー、が今、今、交渉をしている国でございます。そして、えー、カナダと、それからメキシコと日本が、 この交渉に入りたいということで、事前協議ということで、情報収集に動いているということでございます。それから、現在のですね、それではアジア太平洋の APEC といいますが、その中でこの TPP の国が占める経済の大きさはどうかというと 50.、50.65%ということになります。 ここに日本とか先ほど大臣が申し上げましたが、カナダメキシコが加わると APEC の過半数の国になっていくというのが現在の状況でございます。次お願いします。で、TPP の概要これあの非常にちょっと細かいのであのちょっと口頭で申し上げますと特徴は三つでございます。先ほどの アジア太平洋の自由貿易の中では、交渉が進んでいるという意味では、これが一つしかないということです。それから関税のところで今日もご議論になると思いますが、高いレベルの関税撤廃を目指しているというのが二つ目の特徴でございます。それからこれかかららこお話し,しますが関税以外に、えー 投資ですね日本の企業が海外に工場を作ります、あるいは流通の業者がセブンイレブンやなんかがお店を出しますといった投資、知的財産、これは特許であるとか、もっと身近なところでいくと、ブランドのロゴだとかバッグだとか、ですねそういう知的財産、それからサービスですね、金融サービスその他。 これらの分野のルール等も交渉をされているということで、この3月、メルボルンで11回目の会合ということで、相当頻繁にやっているということでございます。次、お願いします。それで、今、いわゆる関税、実は関税の部分というのはこれだけでございます。物品市場アクセスと というふうに言っておりますがあ、この部分でございますが、それ以外にたくさんの分野が、ここでは議論をされております。えー、ちょっとあの長くなるかもしれませんが、一応、表題だけ読み上げさせていただきます。えー、原産地規則、えー、あの細かい点はもしあれでしたら、後でここの中をちょっと見て、貿易を円滑化、手続きの面でございます。それから いわゆる検疫これはあのなんか食物を税関で持ち込もうとすると引っかかりますが、その話です、それから貿易の技術的な障害、それからセーフガード、輸入が急に増えたときにどうするか、それから政府調達、これは国とか自治体がものを買うという議論、それから知的財産、競争政策ということで、カルテルなんかの問題でございます。そしててサービスの分分野は4つに分かれて 越境する国を越えるようなサービス、それから一時の入国、金融、そして電気通信、で電子商取引、今、インターネットで取引がされます、投資、環境、労働、制度的事項、紛争解決、協力、これは税関でいろんなことをスムーズに進めようと思っても、なかなか技術力がない場合に、他の国は協力しましょう。 それから分野横断的事項、これは新しい事項ですが、例えば中小企業がやる場合にどういうふうにやっていこうかといったようなことで、えー、実はこれあの、大変新しい、広いように見えますが、日本が2国間で結んでいる EPA 等については、これがほとんど入っております。入っていないのは、環境、労働、それから分野横断的事項の3つが入っておりません。なお あの環境とか労働はどういうことを議論するかというと、環境の基準を下げたり、労働者の保護の基準を下げて、安値で物を売るということをしないようにしましょうといったことが議論をされております、えー、次お願いします、それで、今日はおそらくここが大変大きな議論になると思われますので、よく議論をされる TPP 協定に期待される点、 あるいは懸念される点というものを、表題的に出してみました。えー、期待される点は、これを通じてアジア太平洋の自由貿易圏のステップになる、それから関税が低くなるんで貿易が盛んになります、そして日本の製品が他の国で差別されない、日本の技術やブランドが守られる、それから投資が不当な扱いを受けないようになる。 それから中入管手続きとか貿易の手続き、これ大変でございますが、あの大企業はできるとしても、中小企業もそういうのがしやすくなるといった点がよく挙げられます。次お願いをいいをたしまますす、えー、懸念される点でございますが あまず第一には、やはり全品目の関税撤廃ということですから、日本の場合には、あの中小企業の皆さんの製品も含めて、工業製品はほとんどもう関税はありませんが、農業については関税が、高い関税が貼られてる、えー、品目がございますから、農業の衰退や、その結果として自給率の低下になるんじゃないか、それからどんどん食品が入っていくと、食品の安全があ懸念される。 それから、よくこれは雑誌なんかにも出てますが、医療保険がもうなくなっちゃうんじゃないか、あるいは質の低い外国人や、あるいは単純労働者が大量に輸入するんじゃないか、それから公共事業にどんどん外国の会社が入ってくるんじゃないかと、あるいは外国人の投資家が日本で訴えるとです、ね、国家主権が問題になるんじゃないか。 いった点が議論をされています。それであのちょっとここの点はあの新しいことがちょっと分かっているので、すいません。カトラーノが出ますか、えー？実はですね、あの私も家内があの大変医療のことを心配をいたしました。えー、それで、えー、先日3月の1日に えー、USTR のカトラー通商代表補という方、USTR で行くと、序列で行くと3ランク目ぐらいの方になりますがあの、この方がわざわざ、これは英文をそのまま日本語にしてございますが、その発言の中で、この機会に日本の友人及びプレスに対して明確にしたいと、TPP は日本や他の国に自国の医療制度の民営化を強いるものではない。 それから、混合診療あの、これまた質問があれば後でお答えしますが、混合診療を含め、民間の医療サービスの提供を認めることを要求するものではない、これは、まあ、あれとして、単純労働者の受け入れを求めるものではありません、他の国の専門家資格の承認、例えば医師とか看護師とかですね、そういうものの承認を求めるものではありませんといった発言がされています。 あと、食の安全、これまた質問等がありましたらお答えをしたいと思いますが、遺伝子組み換え食品の表示の 日本の場合には、ヨーロッパほどではありませんが、義務付けをしています、アメリカはしていません、こういった問題についてはどうかといったような懸念がございます、こういう点について、今日さまざまなご議論が進められるものというふうに考えておりまますす簡単でございいが私の方から以上説明を終了させていただきます。